はい、今日も日本の未来を考えてまいりましょう。東京都議会議員の川本慎一郎です。毎週土曜日はですね。私夜10時から川本慎一郎 tv のライブ配信ということで生でですね。まあ、ライブ配信をして。 そして多くの皆さんとチャットでいろんなことを考えていきましょうということをやっているんですが土曜日、まさにですね10時からやる直前まで,で「ニュースバー橋本」という a b e t v の番組の中で北村弁護士と橋本徹さんのま激論が交わされていたとまあそのことについてチャットでも盛り上がっていたので改めて今、私なりにそこを見直してそしてこの北村 3対橋本さんのやり取りで別にそこの中身だけで周知するんじゃなくて、やっぱり日本の中でのこれ政治家同士も含めてですね、バン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 議論していかないと前進まないだろうなと思ったことがあるので今日はお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。またチャンネル登録まだの方はチャンネル登録していただいて下記にコメントをいただきたいと思います。皆様からいただいたコメント全て目を通した上で次の配信制作定義に繋げてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。と。 いうことなんですけれども早速、ですねこトースポーウェブをご覧いただきたいと思うんですが5月7日土曜日22時37分配信ですけれども橋本徹氏 VS 北村晴雄氏がヒートアップ、人を指さすなあ,あ喧嘩したいのねというタイトルです、弁護士の北村晴雄氏が7日、ニュースバー橋本に生出演、県縁の橋本徹氏と大口論を繰り広げたと書いてあります。 番組では YouTube でたびたび橋本氏を批判している北村氏をゲストに今夜決着と喧殿最初の議題である3月8日アップの動画に関した討論で早速着火したこの動画では橋本氏がとある番組でウクライナは戦うより妥協すべきと発言し日本在住のウクライナ人ジャーナリストとナザレンコ・アンドリー氏と口論に発展したことを紹介これに北村氏はロシア、ウクライナの2国の歴史を紹介し 知識がなさすすぎる謝罪すべきと主張していた当初20分程度はですね努めて冷静に議論していたんですがゼレンスキー大統領が NATO 加盟を断念する中立化の用意があると表明したことについて2人の認識の差が顕著に橋下氏はやったロシアの侵攻は国際法違反で断固許せない話だけど戦争になる前に政治的に回避できるチャンスはいくらでもあったそういう意見もあるんだから間違いじゃないわけ。 前提事実が全く違うことを話すからおかしくなる人を間違いだと言って自分が間違ってるんだからと突っかけたとでこれに北村氏はです、ね、それは細かい差はあるかもしれないがと言いなそうとしたが橋本氏に大きな差をといてけしかけられると聞いてください聞く気がないんだねあんた聞く気がないなら酒飲むのやめろ人指さすなと土星を挙げたというふうになってます。で当然橋本氏も 議論したいのに間違いって言われたら議論にならないだろう人を間違いとか謝罪とか議論したいなら人を間違えって言うなよあんなサムネイル出すなよと全くひるまずでさらに北村氏があんた喧嘩したいんならと発言すると橋本氏はしたいよと即答北村氏はあ喧嘩したいのね 冷静な議論したいんじゃないのね間違いとか謝罪と言ったのは間違いだと思っていないねと突っぱねたとでそれでも橋本氏は議論するならまず間違いとか謝罪しろという言い方をやめろと反発を強めたが新鋭役の高橋さんがなだめこれサバンナですね高橋さんがなだめなんとか配信を成立させたということなんですけどこれですね、まあ、当然あのいわゆるウクライナの話そして最近では上海電力大阪市のことなども含めてですね、まあ、いろいろあったで北村さんは まあずっとそれに対してです、ね、だいぶもう橋本さんのバッシングを続けていたことはもうあの、まあ、知ってる方はご存知だと思うんですけど知っていると思いますで今回の,そのニュースバー橋本のやり取りって、まあ、入り口はかなりです、ねまあ、ソフトに入っていったなとで途中でまああのトスポの記事には出てませんでしたけれども YouTube の,その北村氏の投稿についてはです、ね、橋本さんの長男が見つけてきた橋本さんに行ったらしいとそこまでは話になってました でそこからなんか議論したいと、つまり北村さんが YouTube で出したときから議論したいと思っていたけれども、やっぱりこう、そういうことも含めると橋本さんは相当気にしていたんじゃないかなと、であの要は中身については、ですねより今、トスポはこれ、書いてるのを私、読みましたけれども、それ以上の中身については、アベマ t v で直接、まあ、2人のやり取り見ていただいたがまが、まあ、別に私のバイザがかかるわけじゃないので、あのいいと思います。で あのー、同時にですね橋本さんが上海電力の話は北村さんがいつ聞くかなってずっと思ってる人が多かったと思うんですけどなかなか聞かないとでむしろ橋本さんの方からこの上海電力の持ち出してこれはまあ入札的にも問題ないんじゃないかというような持論を述べられたんですけど私は、まあ、もちろんその素直に戦っていたというか真正面から行った北村さんに対して。 百戦錬磨の議論のですね、まあ、プロフェッショナルの中のプロである橋本さんがうまくこう橋本流に交わしていたという印象でしたけれどもこういうですねなんか直接対立する人たちが純粋に2人で向き合って議論するというのは別にこの今これは SNS 上のですね いろんな橋本さんと北村さんもそれこそ行列ができる行列の時代からのいろんなやり取りもあるかもしれませんけれども確かにぶつかってるわけですよで。ぶつかってる2人がそこの同じ場所に行って議論するっていうのは見てる人たちからすると何んだかん興味深いし次何言うんだろう何言うんだろうってなると思います。ですからこれ例えば政治に置き換えた時に例えば私は東京都議会ですよねそうす自民党です。そうすると都民、まあ、ファーストの議員のバチバチの議論って結構今までも、えー、あのいろんなチャンネル YouTube チャンネルや いろんなネット番組で私やってきましたけれどもやっぱこういうふうにです、ね、1対1で話していれば見てる人たちが判断するとあこっちの人たちが信頼できるなこっちの方がジャッジができるなどうなんだろうかみたいなことができてと思うのでこれは、ね、どんどん,どん,どんこう北村さんと橋本さんのやり取りのようにみんなが、ね、ちょっとこう意見がぶつかっていてなんか激う激くしてるなと思ったらどんどん,どんどん直接やればいいでと、まあ、橋本さんの土俵に引っ張り出したのは橋本さんなのか。 あるいはそこに乗り込んでいった北村さんなのか見方はいろいろありますけれどもやはりちゃんとですねあの議論から逃げずにですね正論で正論で進めていった北村弁護士というのは私は評価を上げたんじゃないのかなというふうに思いますで一方でこの2人のやり取りについてはもう百田直樹さんはまあ橋本さんに対して今でもかなり否定的に出してきましたから相当、関心を持っていたようで。 まあ e m マ t v を聞きながらです、ね、生配信するようなことをやってめちゃくちゃ怒ってましたよと私の YouTube ライブのチャットにもありましたのでそちらはちょっとあんまり時間がなかったのでほとんど見られてないんですが一部百田さんの見てましたけれどもなるほどなこういうふうなやり方もあるのかと思ってたりしましたただ結構大事な問題であの当然橋本さんは今はまあその政治家ではない維新の会とも,もう距離を置いている立場ですよね。だけれども その政治的な背景は別としても橋下徹さんって影響力あるんですよ、それ SNS にしてもそうだし例えば公演にしてもそうだしテレビに出る地上波のテレビに出るってこともそうだし影響力があるんですねで。その影響力のある橋下徹さんという人物がそのウクライナがどういうふうにロシアと向き合っていくか。 まあの妥協していくべきかどうかというところで議論するとです、ね、あ橋本さんが言ってんだからやっぱりウクライナは議論すべきなんじゃないのかなとかって思っちゃう人たちもいると思うでもそれって違くてもともとはロシアとウクライナの協、ま、議、あ、例えばプーチン大統領とゼレンスキー大統領がもっともっと早くから協議をしてどうやって動かすのか世界情勢をこう巻き込む前にどういうことができるのかみたいなやり取りがあってこそっていうのはもう橋本さんの言う通りだと思うんですよ。 だけれど、それが見えなかったと。ならば、この局面でっていうことなんだけれども、でも、それやっちゃったら。今のロシアからすると、ロシアは理由を持って、特別軍事作戦をずっと続けてきました。けれども、やはりこう。それでも、普通に考えたら、ちょっとやりすぎじゃないっていうところもたくさんあって、ロシアにバシンが言ってるわけですよね。だから、橋本さんがロシアの肩を持ったのか、あるいは、まあ、他の人が言ってないから。自分なりにということで、ウクライナの人たちの。 感情を傷つけるような発言をされたのかは分かりませんけれども少なくとも今回のこの ABEMATV の橋本さんの番組を見ていればですね 北村さんはものすごい正直に答えるし、まあ、橋本さん、橋本さんでいろんなこれ返し方に批判は昔からありました、橋本さんは。だけれども、橋本さんも,もう別に北村さんのことを内いがしらにするわけじゃなくて議論しちゃったと。で自ら上海電力のことを持ち出したと。だからこれは気にもしているのかななんてちょっとうがった見方もありますけれどもねそういう展開もあるかもしれません。はい、ということで、まあ、今日はあの北村弁護士と橋本徹さんが橋本徹さんのアベマ t v の番組で議論をしていて もう大変なこう喧嘩するのかみたいな雰囲気のところまで来たということをお伝えした上で上であのやっぱこう例えば今回アベマ t v ですよねじゃこれが地上波だったら実現したかというとできなかったと思うんですよですからこういうアベマ t v のようなネット番組も他もたくさんありますで YouTuber の中でもいろいろ発信してきて人はあると思いますけれどもやっぱりちゃんとした議論をバン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 やって いろんな人の議論を見ていく中で一人一人のユーザーが行動規範とかこうしていけばいいんだろうなって決めていくんだと思いますので今回、北村弁護士も素晴らしいしそこに呼び出してそれで、まあ、自分にとっては不利になるだろうという話が出てくると思われていた橋下徹さんがこの対談をです、ね、セットしていくことについてもと言わなかったということは、まあ、重く受け止めたいなと思っています。 まあ皆さん私はこのチャンネルを通じてどうやってこの状況を乗り越えていくのか正しい情報は何なのか正しい見方って何なのかということを分析しながらですね前に進めていくチャンネルですのでき今日はたまたま橋本さん、北村さんそして百田さん登場人物がある動きが私のライブ配信中にいろいろとチャットがあって分かったのでまあおさらいをしてですねまとめて皆様にお伝えしました。最後まままでおお付き合いいいいたただててありがとうございましし皆様のコメントを下記にお待ちしてます